御帝十三体隊長として精霊帝を踏みにじる卑劣の輩を倒すこともできず、心より恥じる。引き換え、ケイは人間だ。本来ならこの戦いに巻き込まれることは愚か。ソウルソサイティを守ってくれ、黒崎一護。この霊圧は、ああ、黒崎一護だろう。粛清しておきますか。貴様、答えはなかった。奴はそういう男だ。答えなくとも分かっている。てか、ここは黒崎一護、どんな手を使ったか知らぬが、キルゲのジェイルをよく破った。ソウルソサイティをめちゃくちゃにしたのはてめえかって聞いてんだよ。その通りだ。まだ息はあるはずだ。城へ運べ。蘇生させて我が機関に加えろ。ブルートベーネか。一二度攻撃しのいだくらいで何言ってんだ。見間違いではなかったか。何の話だ。その記憶を呼び起こしてしまった。お前はキルゲのジェイルに接触したまま体へ帰ると同時にキルゲの霊圧をも巻き込む。キルゲのジェイルは敵を封鎖するためのもの。クインシーを捕らえることはできぬ。自身の母のことさえも力ずくで屈服させて連れ帰るとしよう。何を言ってんだって聞いてんだよ。次は貫くぞ。ブルートペーネで交わせると思うな。シャッテンベラヒ圏外での活動圏外です。バンデンライヒへお戻りください。接触した数分間に私の感覚をわずかに狂わせたか。やつと思うのか。待てって言ってんだ。さらばだ黒崎一護。